自分の願いを権限したいのにできない。レシープの皆さん、おはようございます。本日の紹介したいのは、どうやって自分の願いを叶えるというのは、何でも手に入れるというの方法ですね。昔ながら僕にとって何でも手に入れるというのは雲をつかむような話だったんですけれども、特に対人恐怖症を抱いた僕は、ずっと20年間ぐらいでずっといじめられて、で何が起こったかというと、自分はなんと対人恐怖症になってうつ病になったわけです。当初僕のコーチがやってきてくれて、僕を自己啓発というのを世界に誘ってくれて、そして僕はその対人恐怖症から脱出したということです。そして僕は当初その経験や知識を重ねたからこそ、自分の使命にしたのは同じくの700万人の対人恐怖症者を脱出させるということです。もし現在あなたは対人恐怖症という悩みを抱えている方でしたら、最初はこちらの動画をご覧ください。これはもしかして役に立つかもしれません。もしあなたは誰でも相談に乗ったり人をいない人だったら、自分の相談はいかがでしょう。それをできるのは僕を PM か下の概要欄で、自分のウェブサイトが貼ってあるので、そこにもスケジューリングは可能です。では早速参りましょう。自分の願いを権限するということですね。権限というのは何ですね。つまり実際にするということですね。実物にする、自分の願い事を実物にする。昨日の動画もチェックしてください。昨日の動画にも言ったんですけれども、昨日の動画は言ったのは、どうして我々は願いが叶わないということですね。これは今パッと言ったら、我々は自分の願いを未来形に言うから、将来形に言うから、現在形ではない。しかし僕らは物を引っ張る、権限できるのはただ現在形だけで、つまり自分が欲しいものを現在形でちゃんと伝えれば、そのものを自然に手に入れるということですね。もし現在は金足りない、これも足りない、文句を言うよりも、これは全てエネルギーは足りないというのことで言えるから、その足りないはずっとになる。だから足りないではなくて、自分が足りると言ったら、それは自然に自分のところに引っ張られる。そしてどうやって一番の、ごついのところで、どうやってそれを自分の願いを叶おうかというと、権限できるかというと、これはスクライビングというのを実技がある。どうやってそうするかというと、寝る前には、11.1 とか、つまり 11回で1日に、または22回に 2日とか、僕はやってるのは一番ガチのやつ。ガチのやつは99回で9日か。つまり自分が願うとこを、その願うではなくて、もう持ってるのからで嬉しくて感謝って書いたら、それをだんだん自然に入れるということですね。で、99はね、寝る前には99回この文章を、同じ文章を99回を書くことです。手で書く。タイピングではなくて書く。書いて、で、あとはそれをすべてをね、ちゃんと言って、ね、声を出したり言って、で、あとは寝る。どうしてるかというと、それは寝る前にやると、我々は寝るの言葉で、寝るの最後の思考では、起きるは一番最初の思考になる。だから最後のはこれ願いだったら、これも嬉しい、持ってるよってだったら、これは自分の頭脳の次の日にプログラミングするからです。それやると、毎これ9日かやると、しかも9日はね、そのやる間には、もし1回休んだら、もう1回やるということですね。休みはない。本当に休みなしで9日間でやるのはポイントです。もしあなたはそれやりたいならやってください。ポイントはね、例えば、11回で1日、22回は2日、
33回は3日ということですね。まあ、ガチ、一番ガチのも、まあ、99×9日ということですね。みんなをやりましょう。自分の願いを権限しましょう。では、レシーブの皆さん、僕はこちらの動画毎日アップロードしますので、明日の動画なんですけれども、僕はどうやって一番スムーズに朝に起きるというのことです。一番スムーズに起きて自然にこの流れに入るというの、自分が一番生産性のところに入る、元気になる、自分の頭にもいいし、体にもいいし、魂にもいいし、自分の成長にもつながるというのを、その習慣は明日にちゃんとみんなに伝えたいと思います。もしその動画を見逃したくないなら、下の概要欄で、下の概要欄じゃなくて、パチンと登録バトンとシュバトンを押してください。そして自分のもシェアのケア、つまり、配りは、セバということです。友達にもシェアしてください。かつ、その動画は、もし役に立ったら、高評価もお願いいたします。こちらのチャンネルは、大体は、まあ、自己啓発、対人口保障対策、対マン対策、心理学、またちょっと、Facebook マーケティングにも語りますので、もしよかったら、この間でこの2つの動画をご覧ください。では、次の動画で会いましょう。